雨上がる初演の配役発表は阿部一族純演先の島田出演者たちは大井川をロケハンしました「雨上がる」の舞台は川止めになったある宿場のキッチン宿キッチン宿というのは薪き代燃料代を払って自炊をして大部屋で過ごすような安宿台所で料理するからキッチン宿ではなくて 薪になる木の賃金の基賃を払って泊まる宿、キッチン宿でございました。江戸時代、外国からやってきた人は、整備された日本の街道の様子を、こんなのは欧米にもないと驚いております。交通通信のため、日本橋を起点に5つの街道が整備されました。まあ、重複する区間もあるんですが、合わせて1500キロメートル、 途中に飛脚と馬のステーションを作ってそこで荷物や手紙をリレーできるシステムにして宿泊施設も作らせたのが宿場、えー、例えば江戸と京都を結ぶ約 500km の東海道には最終的に53の宿場ができて東海道を53次と呼びました宿場の維持はそれぞれ地元で運営されていたんです 箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川。標高700メートルを越す箱根の峠と、1キロメートルほどの幅ながら、増水すれば何日も渡れない川止めになる大井川が難所でございました。大井川の川止めが長くなると、二つ三つ先の宿場まで泊まり客が溢れたといいます。川止めは 年に10回近く合わせて50日くらい東海道の予定は2週間くらいでございますけれども川止めが7日8日となればそれだけで1.5倍の引数と費用がかかることになります川止めの最長記録は江戸時代最終の慶応4年連続28日4週間ほぼ1月というのをはじき出しております そんなことになりましたら、旅の日数は3倍。大人数の参勤交代など、予算が大幅に狂ってしまいますから、川越しの少ない別ルート、内陸の中仙道を取る大名行列もございました。さて、東海道の間には大きな川だけで10余りありますけれども、きちんと橋がかかっているのは、矢作川と鶴見川だけ。坂川川は、 活水器の冬の間だけ仮橋を設けて、それ以外は船で渡した。玉川の橋は、江戸時代の初めにはあったんですが、百年の間に五度流され、ラストの二回はしかも、十年足らずの間に相次いで二つ流されちゃったというので、とうとう橋は断念して渡し場にした。というように、技術的なことは大きかったようでございます。現在の大井川には、 支流を含めて10以上のダムがありますから、今見てもそれほどの難所には見えませんが、それでも、明治にできた宝来橋。世界一の木造歩道橋宝来橋は、今世紀に入っても何度も橋脚を流されております。さて、大井川には渡し船はありません。江戸も後期になって、幕府の方から渡し船を作ったらどうだと提案したんですが、 宿場の方で断りました。大井川両岸の金谷島田合わせて700名もの川越人足が所属する川会所がありまして、このシステムの変更は死活問題。宿場の維持を地元にほぼ丸投げしていた幕府としては、その意見を無視することはできなかったでしょう。川越の値段というのは推進で変動いたします。人足の脇の下を越えればもう川止めですから、 このギリギリの脇の下、ここまでの水が100門。波の水位、腰の深さだったら50門。もっと浅ければ2、30門といったところ。その他も細かく料金が決められておりました。まあ、人足1人に肩車されて渡れば、かける1で済むわけでございますけれども、水が深くなれば危険ですから補助がついて2人分かける2。連台を使えば、 年代の金プラス4の人,足4人分、えー、連帯にもランクがいろいろございますからピンからキリまで立派な連代で渡ると一応の半分ぐらいになることもありました、まあ、大井川も宿場の下流の方へ行くと地元の人の生活道路に仮の橋がいくつかあったと申します、まあ、水の少ない冬の間だけだったでしょうけれども旅人の中にはそんな方に回ったり あるいはもう危険が多少あっても自己責任で川に入った人もあったでしょうが、まあ、もちろん川止め増水という時になればそんな抜け道も使用は不可能です誰もが足止めをやむなくされたこすにこされぬ川止めでございました川の流れも長旅もよく人生に例えられます周五郎さんは「この世は巡礼だ」という言葉を 若い頃から座右の銘のようにしておられましたさまざまな人生の旅路が交錯するキッチン宿が雨上がるの